ハビーブ・ベン・アリー・ブルギーバは、チュニジアの政治家、ブルギーバ、もしくはブールギーバとも記される。チュニジア王国、第2代首相、チュニジア共和国初代大統領を歴任した、西欧化を目指したことから、トルコのケマルアタチュルクとよく比較された。離婚を合法化したり、一夫多妻制を非合法化したり、女性の結婚可能年齢を17歳に引き上げるなど、女性地位向上に努めた。 モナスティルで中産階級の家に生まれた19歳の時ナショナリズム政党である県政党に入党1924年フランスに留学し法律と政治を学ぶソルボンヌ大学で学んでいる時マティルド・ロレンというパリ生まれの女性と出会い結婚マティルドはイスラームに改宗しモンフィダと名乗った1927年帰国数年間は 国内の社会経済問題の矛盾を研究。1932年、新聞アクションチュニジエンヌ総監。1934年、新憲政党結成と同時に初期長となったが、フランスにより逮捕され、砂漠中のキャンプに抑留された。1943年カイロに亡命。北アフリカのフランス植民地解放を推進する国際運動を進めた。 フランス側が情報してチュニジア改革案を出した1949年に一時帰国を許されたが1952年に再逮捕され再度亡命。国外で独立運動を指導。1955年、フランスチュニジア交渉の進展を見て帰国。1956年3月20日、チュニジアはチュニスの米を君主とする立憲王国として独立し、 3月25日の選挙で真剣政党を中心にして結成された民族戦線が圧勝。ブルギー・バは初代首相となった。1957年、封建的な国王を廃止、自ら初代大統領に就任。1960年、ビゼルトにあるフランス軍基地の実力奪還を図り、退仏関係を悪化させた。このビゼルト危機の最中の1961年、 モーフィダ・プジントリコン。1962年に、ワッシラ・ベン・アンマルと再婚。ワッシラは、チュニスの大統領宮殿で政治に影響力を行使、したとも言われていたが、1986年に離婚した、ブルギーバと最初の妻モーフィダ。左端は、夫妻の一人息子ハビーブ。1956年1964年以来、チュニジア独自の社会主義を掲げて、 新建政党を社会主義建政党と解消。一時はエジプトのナセル大統領に接近するも1965年の単イスラエル融和発言によって離反し、隣国のアルジェリアに比べて欧米寄りで、チュニジア軍も1977年に中国から購入した小海底を除いてほとんど西側の装備であり、セネガル初代大統領のレオポール・セダール・サンゴール、 ニジェール初代大統領のアマニ・ディオリなどとともに、フランコフォニー国際機関を設立した。1980年代に入ると、アラブ連盟の本部がチュニスに置かれ、アラブ連盟とイスラム諸国会議機構の事務局長に、チュニジア人が選ばれ、チュニジアはエジプトに代わって、アラブイスラム諸国の名手となり、1982年には、デワノン内戦で、トリボリから脱出した。 ヤーセル・アラファトとパレスチナ解放機構をチュニスに受け入れてパレスチナ解放運動を支援した1987年退任ありがとうございます。